谷村新司です、今回、カラフィナの3人と一緒に歌を作った、それがアルシラの星です、この、歌の中に、世代を超えたメッセージをできるだけ書き込んで作ったと、僕は自分では自信作だと思ってます。みんな、運命の人といつ出会うんだろう、どんな人に出会えるんだろう、これはもう究極の何だろう、こう夢だと思うんですよね、若い女性にとっても若い男性にとっても、そうじゃない女性、そうじゃない男性にとっても、どんな人と出会えるかっていう、そんな夢をいつも、願っていて、夢を失わなかったら、必ずそれは星が叶えてくれるよっていう、そんなちょっとファンタジックなストーリーを、カラフィナの3人と。谷村が星になり、カラフィナ3人が地上の美しい女性になり、これが対話形式で進んでいくという、そんな楽曲です。本当に3人ですごく谷村さんと一緒にコラボレーションさせていただけるということで楽しみにしていたんですけど、同じぐらい緊張感もあって、でも実際にレコーディングスタジオに行った時にもう本当に一からこう私たちに丁寧に谷村さんがディレクションしてくださったのがすごく私たちの中で安心するそういった時間で、そして3人で一緒にこうレコーディングをさせていただいたんですけど、いつもだったら一人一人が歌う作業を3人で一緒にやる、そして目の前には谷村さんがいるっていう、なんか環境がすごく自分たちにとっては新鮮でもあり新しい発見でもあり、なんか歌を歌う上でまた新たな歌心っていうのを谷村さんから教えてもらったなっていうのがあって、女性代表として歌ってねって言われたので、自分たちはすごくピュアな思いでその夢を絶対に持ち続けようっていったそんな気持ちを歌に込めました。今のところ、最初に多分生でやるのは4月の、8、9、10、谷村がもう、毎年やってる、三宅坂の国立劇場でのリサイタルに、カラフィナの3人がゲストとして登場してきて、その時に確実に歌いますそれで「アルシラの星」だけじゃなくて、いろいろやっぱ皆さんが喜んで、あの歌聴きたかったんだと思ってもらえるようなものもやっぱりカラフィナに歌ってほしいと思ってますし、ちょっとってサプライズみたいなものもあるかも分かりません。今企画中なんで、でもなんかこうライブでやるとまたね、客席の空気感もあるから絶対楽しいよね。どうやって変わってくるんだろうね。え、また一緒に歌えるのがすごく楽しい。嬉しいですね。多分3人ニッコニコで僕もニッコニコで多分歌ってると思うんですけど、そういうハッピーになる感じの歌なんで、皆さんもぜひ生で見たいなと思う方は国立劇場に駆けつけてください。今回の CD では、あなたが谷村になったり、あなたがカラフィナ一人一人になったり、要するに谷村さんの声だけが残ってるアルシラがあったり、カラフィナの声だけが残ってるのがあったり、だからいろんなデュエットができるんです。だから世代を超えた、男女のデュエット、新しい形でできるかもしれません。歌う時に注意すべきことは何でしょう谷村さんから聞いたストレートが、だからカラフィナが歌ってる部分でそのチャレンジする人に何かアドバイスできるとしたら、そうですね、純粋な気持ちになって歌うことが一番いいことだと思います。本当に願ってるような心で星に語りかけてる気持ちで歌うのが一番響くかなと。今谷村さんの代わりになって歌う人は、そういう願いを受け止めるお星様になって歌うっていうか、お星様になる経験あんまりないんですけどでもこの歌ではそういう経験ができる、
ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。今、このウェブをご覧の皆さん、ぜひこの歌覚えて、誰か大切な人と一緒に歌ってくれるといいなと思います。それぞれ、カラフィナも谷村もこれからライブがまた続いていきますけども、生で、このアルシラの星、聞くチャンスがあったら駆けつけてきてほしいなと思います。それが無理な方はせめて CD、 これでしっかりとアルシラの世界に入っていただければと思います。はい、皆さんの中で辛い日があったり不安な日もあるかもしれませんが、この曲を聴いてどこか安心できる場所が見つかるかもしれません。ぜひそんな気持ちで聴いていただきたいと思います。はじめましての方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、カラフィナのこの3人の声と谷村さんの声のコラボレーションをぜひ楽しんで聴いていただけたらと思います。はい、最後ですきっと聴いてくださる方はこの曲を聴いて自分の夢はこういう夢だったなって思い出してもらえるような、きっとあの頃に帰れる、そんな曲だなと思います。ぜひピュアな気持ちで聴いてください。いい締め、最高です。最高です。自分たちで拍手して、どうなのこれ。勇気があれば銀の羽君にあげよう、愛の風翼に変えた終わらない物語。